アイテム番号 SCP-128JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル確保された SCP-128JP 個体はすべて保管エリア8102の第3倉庫内に収容されることになっています。すべての SCP-128JP 個体は、直径 6cm の鋼鉄製の棒で作った幅 2.0× 奥行き 2.0× 高さ 2.0m の檻に1個体ずつ収容されます。檻は直径 8cm 以上の鎖を用いて倉庫の土台に固定されます。檻の外側には目隠しのために鉄板が取り付けられます。檻の底部には赤外線センサーが設けられ、SCP-128JP 個体の空中への浮上を感知します。1個体でも SCP-128JP が浮上している場合は、出入り口に設置された、活性化中のランプが点灯します。週に一度、B クラス職員によって檻の点検が行われます。檻や鎖に破損や消耗が発見された場合は、B クラス職員によって補修や交換が行われます。突発的な活性化による一般職員への被害を防ぐため、緊急の場合を除いて、一般職員による SCP-128JP 個体の目視確認は許可されません。鋭回路カメラ等の間接的手段を用いた監視についても、同様に禁止されます。事件128-2003-11103 章。未収容かつ活性状態の SCP-128JP が発見された場合、対物ライフルを用いた無力化と回収が行われます。生存している目撃者は3時間の拘束の後、クラス A 記憶処理が施され解放されます。発生した SCP-128JPA 及び SCP-128JPB は全て回収されます。説明。SCP-128JP は日本で一般的に見られるような飲料自動販売機の外見をした存在です。SCP-128JP は口述する性質は全て共通で持っているものの、外見には多くのバリエーションが確認されています。SCP-128JP は活性状態において、不明な方法によって浮上、飛行します。浮上の際、正面、商品模型の並んでいる面を地面に向け、高度を20〜30mに維持します。SCP-128JP はおよそ 10km 毎時の速度で飛行しながら、自販機の照明を独特なパターンで点滅させます。このパターンを目視した人物、以下、被験者は、SCP-128JP への抗いがたい強い興味を感じ、目が離せなくなり、SCP-128JP を全力で追跡します。SCP-128JP が被験者にとって越えにくい条件の地形、川などの上を通過した場合でも、被験者は直線的な追跡を行おうとします。SCP-128JP は不定期に自販機の取り出し口から、特異な飲料、SCP-128JPA として、を投下します。SCP-128JPA の容器のデザインも、一般に流通する飲料のものと同じものであり、多くのバリエーションが存在します。被験者は、SCP-128JPA を何の疑問もなく習得し、摂取しようとします。SCP-128JPA を摂取した被験者は SCP-128JPB と指定される存在となります。活性化してある程度の時間飛行した後、SCP-128JP は一般的に自販機が設置されるような場所、例えば他の自販機の隣など、で降り立ちます。その後電源ケーブルと同じ外見をした物体を伸ばして付近の電源につながり、不活性状態となります。SCP-128JP は不活性状態において、商品がすべて売り切れとなった自販機として振る舞います。電源ケーブル上の物体を電源から取り外すと電源が切れたような挙動を見せますが、この状態でも後に活性化することが分かっています。不活性状態において、SCP-128JP に強い衝撃を与える、SCP-128JP の外扉をこじ開けようとするなどの危害を加える行為を行った場合、SCP-128JP は即時活性化します。周囲から一切の干渉を受けない場合でも、規則性のないタイミングで活性化します。また、外扉の鍵穴や高架挿入口を覗き込んだ場合、編集済み、被験者は SCP-128JPB と指定される存在となります。SCP-128JPB は、SCP-128JPA を摂取する、あるいは SCP-128JP の高架挿入口や鍵穴を覗き込むことによって SCP-128JP の影響を受けた被験者です。SCP-128JPB は発生から2時間ほど経過すると、異常に人間との接触を恐れるようになり、人目につかない場所に移動しようとします。その後、体を曲げたり、体を横たえたり、座ったりする行為に極度の嫌悪感を感じ始め、常に直立姿勢を取ろうとします。発生から24時間ほど経過すると、SCP-128JPB は肛門から角質でできた袋状の物体を発生させます。SCP-128JPB はこの物体に身を包み、その後一切身動きを取らなくなります。SCP-128JPB は袋状の物体に身を包んでから約48時間を費やして体を変態させ、SCP-128JP へと変化します。SCP-128JPB を治療する手段は現在のところ見つかっていません。詳しい変態の過程については記録映像128を参照してください。SCP-128JP の発生源に関しては現在調査中です。問1、事件128-199-815 1990年08月15日、大分県村にて行われた盆踊り大会にて SCP-128JP が初めて出現しました。来場していたもののうち、長衝突、転落等により死亡、名が重軽傷、名が SCP-128JPB に変化するという大惨事となりました。現地に派遣された機動部隊によって事後処理と SCP-128JP 個体の追跡が行われました。問2、SCP-128JP-25、2000年月日、無力化の公開収された SCP-128JP-25 の背面に以下の内容が彫られた金属板が取り付けられているのが発見されました。欲張るものから、与えるものへ、貪るものから、施すものへ、これが世界を変えていく方法だ。